中日スポーツ公園の G3 マスターズリーグ第5戦三国レジェンドカップシリーズ最終日の争い、競争水面上は優勝戦第12レースを迎えました。対戦メンバーは1号艇野永瀬正隆、2号艇柴田浩二、3号艇片山亮介、4号艇新見圭一、5号艇堤昇、6号艇亀本勇樹、以上の6選手が争います。インコースに構えていくのは1号艇野永瀬正隆です。1号艇野永瀬、ここまで9戦6勝オール3連敗中です。人気の中心です。隣2コースには2号艇の柴田浩二が構えていきます。ここまで柴田は実戦5勝オール3連敗、ただ1人のドリームメンバーとなりました。3コースには3号艇の片山亮介です。これが200回目のファイナル進出となりました。4コースには4号艇の新見圭一です。予選4日目の後半戦には通算2戦勝達成した4号艇新見、引っ張っていきました4号艇新見が4コースから。5コースには5号艇堤昇です。8月の桐生、前場所の宮島に続いて3場所連続優勝となりました。そして大外6コースには6号艇の亀本勇樹です。ここまで白星こそありませんが、うまく立ち回って2着を5回取っています。スタート展示と同じ枠番通りの3対3と分かりました。進入インコースから1番2番3番ダッシュ4番5番6番です。スタートしました。内枠3定位スタート、1号艇の長瀬、2号艇柴田、3号艇片山です。一周一幕、1号艇の野長瀬が逃げる、3号艇片山まくりに行く、2号艇柴田の差し、バックストレッチ、1号艇の野長瀬が先頭も2号艇柴田が平先をかける、2号艇柴田平先をかけてセンター争い持ち込んでいます。粘る1号艇の長瀬、外では3号艇片山、その後ろ4号艇2位、5号艇堤、6号艇亀本、スタート正常。一周二幕、先頭争い2号艇柴田、1号艇の野長瀬の内からは今度3号艇の片山入ってくる、さらには4号艇の新見ホーム直線コース、センター争いは4号艇新見と3号艇片山となって、レースは2周目、内4号艇新見、外は3号艇の片山、センター争い1周2幕やり合った2号艇の柴田と1号艇の長瀬、3番手争い2周1幕4号艇新見、3号艇片山握って外外攻めていきます。4号艇新見が内、外は3号艇片山、2周目のバックストレッチ、この2人並んでいます。センター争い続いていますが、内からわずかに判定心リードを取ったか4号艇新見、しかし判定心差3号艇片山です。先頭争い続いて2周2幕の旋回です。内から2号艇柴田も攻めてきますが、3号艇の片山4号艇新見を内入ったホーム直線コース、3号艇片山4号艇新見、先頭争い今度ホーム直線コース、3号艇片山が一定心リード、しかし外から平先かかっています。4号艇の新見、単独の3番手は2号艇の柴田、最終周回1幕3号艇の片山が先手を打つ、内狙ってくるのは4号艇新見、最後のバックストレッチ3号艇の片山が4号艇の新見を振り切りました。最後のバックストレッチで2停心3停心リードを取って先頭です。3号艇片山、4号艇の新見は2番手、3番手2号艇柴田、その後ろ1号艇の永瀬、6号艇亀本、最後方には5号艇の堤です。ラサタマーク3号艇の片山、4号艇の新見、一瞬迫りましたが2番手です。3号艇片山、これが200回目の優勝戦でした。2013年12月小島以来4年9ヶ月ぶりの V ゴール、おめでとうゴリ。4番新見、2番柴田、1番の永瀬、6番亀本、ラストは5番堤ゴリ。第12レースの確定は1着3